こんにちは、オンリーです。今日もオンクラやっていこうと思います。とりあえず業務連絡っちゃ業務連絡なんですけど、本当に配信できなくなります。はい、これは本当にごめんなさい。あと毎日自分動画上げてるんですけど、その日に撮ってその日に収録してっていうことをしてたんですけど、でそれでそれプラスアルファ配信をしてっていうのをやってたんですよ。でもこれからはちょっと本当に忙しいので、週に2回ぐらいに分けて収録して、でまあ一度にいっぱい撮っちゃうっていう感じしてます。で編集もできる時にガッてやるようにしないとちょっと本当に忙しいのでごめんなさい。でまあ不定期で、気が向いたら本当に暇な時に配信しようかなと思ってます。配信しないことによってため撮りできるので、まあ自分の都合に合わせた形になりますが、これでいきたいと思います。でまあ今日はちょっと本当に前々からやりたかったこれですね。これ作りました。はい、ダイヤモンドブラシ、シルクタッチ付けました。はい、これで黒曜石を掘ってゾンビピックモントラップ作っていこうかと思います。はい、でまあ黒曜石ね、ピックモントラップ作ろうと思うとすんごい必要なんですよ。まあ原理としては、ネザーゲートをオンオフ、これですね。このネザーゲートをオンオフ、こうやって今ついてる状態なんですけど、水を流すことによってこの紫色の部分が全部なくなるんですよ。でそれをずっと繰り返すことでピグマが湧いて、それを何処理するっていう形なんですけど、はい、なんとこちら黒石10スタック掘りました。はいはい、ちなみに1時間ぐらいかかりました。収録やで何やってるんだよって感じだけど、本当にこれは本当にやりたかったことなので仕方なくやりました。であとこのマグマですね、マグマこれ適当に組んできたんですけど、試しに何か置きたいんだけど置くもんなかったな。木材とかこの近くに置くと燃えるの分かりますか？その燃えるのを使ってネザーゲートに火をつけるっていう、そういう方法を取りたいと思います。であとまあどこの紹介してる方のやつを見ても観察者が必要なんですけど、まあ、ネザーゲートは作っていいけどネザーには行かないようにしてるので、今回は観察者なしで作れるものを作っていこうと思います。はい、であとこっちね、ちょっとさっき見えたと思うんですけど、トライデントで処理するので、まあ、そんなに脇層から処理層までを高くして、ピックマンを突き落とす必要はないと。でも突き落とした方がモブの詰まりはなくなるので、まあ過去にね一個紹介したことあるんですけど、それと同じぐらい高くしようかなと思ってます。じゃあとりあえず作っていこうと思います。でまあ作るのはここですね。作るのはこの前の冒頭で紹介したサトウキビ収穫機の隣あたり、この辺ですね。こっち側どんどんね道伸ばしたりして工業地帯っていう感じにしていきたいと思います。であとまあこのトラップで手に入るのは金塊と稀に金と金の延べ棒とあと腐肉、まあメインで欲しいのは金と金塊かなね。金を使ってモニュメントとか作れたらいいなと思ってるので、まああとね経験値の量が本当にやばいので、まあ、ロマンだけ求めて今回作っていこうと思います。で、ね、ほんじゃ多分ねこの辺がもうすぐ焼き上がるかな。ガラスもちょっと大量に必要なので焼いておきました。でここがまあ大気というか、ここに処理槽を持ってきたいと思ってます。はい、じゃあちょっといらないものいらないものっていうか、まあ、材料こっちに飛ばしたいと思います。いやー本当にね今日収録がすごい時間かかるんじゃないかと思って、こうロールがごまくねてのライコーズのようてのガラリンとしないすきにそのからそのたくかというやっちはギリギリとかやる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 やっていきたいと思います。この辺か、まずとりあえずこっちに、こっち側かな、こっち側にチェストを置いて、でここにホッパー、まあ一応ミラージ分止められるようにしておきます。
まあ、アイテムももっとたくさん手に入るはずなんですけど。で、まあ、とりあえずホッパーとかいらないから置いといて、ホッパー1個いるわ。ホッパー1個いるから、ホッパー1個だけもらっといて、タトレッドストーン、あと丸石と、あとビスとも足りないのか。やばいな、準備したつもりなのに、全然揃ってなかった。トロッコと、違う、ホッパー付きトロッコ置いて、よいしょ、置いて、まあ、ここはお好みで壊すかなんなりしよう。はい。ブロックの中にホッパー付き、違う、ホッパー付きトロッコを埋めときます。埋めれませんでした。はい、多分これで、あ、OK ですね。はい、やっとできた。やっとできてやりたいことが。とりあえず、ここを基準に作っていきます。よし。で、ここに処理槽を作っていきます。これは、何だったっけ、ピストントライデント。あれと一緒ですね。襲撃者トラップのあれと一緒です。で、後ろにブロックかな。ピストンの後ろにブロック。とりあえず簡単に処理できるように高く積んでいきます。今、Y かな。Y が70マスなので、18マス。いや、結構高く上げたいと思います。90マスまで上げます。はい、じゃあここに水が流れないんだけボタンを置いてきます。一回寝よう、ま、とりあえず1個ネザーゲートを作るようなだけ持っていこうかな。はい、でまずここかな。ここからまあとりあえずいっぱい伸ばしていくわけなんですけど、水が流れるのが7マスなんで、1、2、3、ここから数えて1、2、3、4、5、6、7かな。これで1、4、5、6の8だな。これ8じゃダメなんだよ。よいしょ、7マス。よし、これでネザーゲートの四隅がここに来ます。ここに来て、ここちょっと振り上げとこう。ここに来て、こっちが21マスの黒曜石を、まあ、並べるので、ちょっと待って、もっと長いな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、21で、ここが壁になるわけか。想像以上にでかいんだけど、これひまわりの向きがこっちなので、こっちが東、こっちが北、西、南なんですけど、黒曜石を今この状態、この状態、今ここ、これだと北と南にこの、まあ、面してるっていうんですけど、こうなった場合ビッグマンが湧くのは北か南で行ったら南に湧く。で、これがこのゲートを縦向きにした時にビッグマンが湧くとしたら東なんですよ。西か東で行ったら東、北か南で行ったら南に湧くん で、今回はこっちですね。この通りに、このゲートと同じですね。このゲートと同じ面に沿って作るので、ビッグマンが湧くのは南側なんで向こう側ですね。向こう側に湧くので、向こう側に落ちるようにしていきます。上から黒曜石置いていくんですけど、ちょっと21個か、21個持ちたいと思います。ここから21個置いていきたいと思います。壊すのが本当にめんどくさいんで、数えなくていいよ。手持ちに持ってる分がぴったり当てはまれば、それで OK です。ガラスでちょっと先をやっといて、ここで、はい。1、2、はい、ちょうどです。いやー、怖かった。で、ピクマンここに開くんでね。ここですね、ちょうどこのブロックにおそらく開けます。このずっと黒曜石の、まあ、面に接する部分に湧くと思います。で、次21個か、次も21個なんですけど、ここに置いちゃダメで、こっちですね、ここから21置いていきます。
よいしょ。21いきます。待って、向こうだった。向こうから21いきます。1あるから。これはもう、とりあえず積んでいくだけですね。はい、OK。で、あの水にどうしたい。危ない。で、黒曜石21個。21個です。21個、21個持った。21個を伸ばします。はい、OK かな。これで向こうと量が違ったらちょっと怖いけど。で、あと21個。21個ですね。手元に21個。はい。21個を、まあ、向こうとつなげて、一応ネザーゲート完成ですね。やったっけ？ 100m か。よし、で、あ、3回つながり。はい、つながりました。とりあえず、1個目のネザーゲートができました。ここから、ネザーゲートに火をつける機構と、消す機構を作っていきます。よし、じゃあちょっとね、不安なので、一回点火させてみようかなと思います。上に行って、これでつかなかったら、21マスなかったってこと？そんなわけ。なわけ。21マスなかったら、行きます。じゃん。こっち側から、こっち側から置いて、よし。で、これで、カチッとして、おい。そうだ。自動で火をつける装置。まあ、それを作っていこうと思います。この辺から。はい、この辺から作っていきます。123と、はい、まずここに4マス置いて、ここに1個置いて、待って、ドロッパーじゃなかった。やべやべやべ、あぶねえ、どうでも持っててよかった。でここですね、ここに4マスで、その向こう側にも4マスで、ここは4マス置かないで、はい、こんな感じでブロックを置きます。置いたら、本当はここ観察紙を 4個連続、4個重ねておくんですけど、はい、今回はドロッパーでいきます。高さ4マスですね。4マス置きます。で、そうしたらこっちもか、ここにも後ろにも、まあ、ブロックを置いときます。1234と、はい。で、そうしたらトラップドアですね。トラップドアをここ基準でここに4マス重ねます。はい、4マス重なってますね。で、ネザーゲートに火をつける仕組みとして、トラップドアに火をつけるんですけど、トラップドアって燃えないので、そのまま前にっていうか、この辺ですね、方が決まってるらしいんですけど、まあ、こっちに火が燃え広がってくれることによって、このネザーゲートがつくっていう、ここですね、一番後ろのここにブロックで、その上によいしょ。で、ブロックさっきここに置いたので、ここにこんな感じでアイテムエレベーター的なものを作ります。で、まあこの中何もいらないですけど、これかな、これ見てもらえば分かるんですけど、カチッって言ってるんですよ。はい、カチッって言った時にブロックの更新があるんですよ。観察地を向けてみれば分かるんですけど、物が出た時のドロッパーと、まあ、いつも普通に置いてあるドロッパーで、まあ、ブロックが違うっていう判定になるっぽくて、でそれを利用して、火を燃え広がらせるっていう感じですかね。で、ここ観察地だともう常にカチカチしてくれて便利なんですけど、今観察地ないんで、そのまま行きます。で、あとここにマグマを持ってきます。はい、あそこにずらっと並んでるあちらを使っていきます。よし、上まで来ました。まず一番下にマグマ、ここも一番下にマグマで、そうしたらその次にボタン、何か特別な理由がない限り木のボタンを使うことをお勧めします。よし、で、その次に、お、ついた。こんな感じでついちゃうんですよ、火の燃焼で。はい、ついちゃったらダメなんだよな、ブロック。なんかね、完成するまで、全てのシステムが完成するまで、なんかブロックかなんかを置いとくと、ネザーゲート開かないからいいんですけど、火をつける機構が取り出してきました。ネザー入っちゃダメ、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 入っちゃダメ。はい、まあこんな感じで、後からレッドストーンつなげられるようにしときましょう。で、こんな感じで後から動力を下から引っ張ってくるようにします。ほんで、その次に水を
ケース機構ですね。でもそれ前にちょっとすごいネザーゲート開いてるとすごいやりにくいので一回消します。やばい、入っちゃう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 、待て待て、危ない、危ねえ。発射装置ですね、今回はドロッパーじゃなくて発射装置を置いて、よいしょ、はい。でこの中に入っちゃダメ、ネザーには入っちゃダメ。適当にここに水バケツをとりあえず入れときます。よいしょ。でここにもレッドストーンの動力が来るようにします。はい、これで一応つながりますね。でこの何この真ん中あたりにクロック回路を、まあ、与えると、で水バケツ入れたね、水バケツ入れて、でこのままだと水バケツずっと流れちゃうので、待って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 、ネザーに入りたくない、ネザーに入らないように、はい、ここですね。ここにまあ受け皿的なものができるんですけど、3個ボタンがあればいいんですけど、こここんな感じで、はい。でその次にここかな、はい、受け皿をちょっと広げときます。受け皿なんでここかな、ここにここにあれば1回レバーを置けるかな、置け、置いてオン、あ、これで OK ですね。ボタンとボタンとあとブロックで水がせき止められてる状態になります。よし、 OK で水がもう流れてればいいや、はい、カロクロック回路、これでカチカチになりますね。これを使ってこの動力を上に持っていきたいと思います。おお、下上に持ってきます。はい、ここまで来ました。ブロックで、ここからハーフブロックでいいかな、ハーフブロックよいしょ。でシフトしながら、あ、これそのままつなげばいいか、このここそのままつなげますか。ここに、待って、あそこ、これつながってる、つながってないじゃん、つもって、ここだ、ここ、ここに、そうそう、オッケーオッケーオッケー。でここかな、ここにブロック置いて、よいしょ、これでつながりますね多分。でこっから動力をいただくと、こっから動力をいただきます。よし、あ、違う、こうしてオフの状態でもらう。あれ、これでオンにしてみる。あれ、なんかいけなかったかな、ネザーゲートついてる。よいしょ。で1マスずらしてこっちに来ると、ついてるついてるついてますね。あ、湧いた、湧きました。近すぎんのかなこれ。あ、また湧い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 た、はい、絶賛こんな感じです。仕組みとしてはこんな感じです。俺なんかやけに湧かないんですけど、なんかおかしいかな、やけに湧かない、なんでだろう。カチカチと、はい、お、はい、追加電体、あ、来た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 、こうね、波があるんですよ、経験上波があるんですよ、はいはい、そんな感じです。はい、どんどんペコマン増えてます。全く完成じゃないんですけど、一時的にピースにさせてください。いや、今日マジで1時間半ぐらい収録してるんですけど、まあちょっとせっかくなんで全部に、全部っていうか、ネザーゲートもっと作ろうと思います。作り直しはね、結構ハードなんですけど、まあ、チャレンジということで、ネザーゲートの間を4マス、4マスじゃない、5マス、6マス、5マス、6マスくらい取って、また同じネザーゲートいっぱい作っていこうと思います。
やっとここまで来ました。ゲート増やすって言ったんですけど、ちょっとシミュレーションチャンク外っていうのが怖いんで、とりあえず3枚にしました。動くようだったら増やしたいんですけど、まあ、今回はこれでいきたいと思います。で、受け皿ですね。受け皿の、まあ、水を流していきます。まあこうすればいいんですけど、こうして、あとはまあザバザバと、はい、こうするだけです。で、あとこっちもか、ここに詰まっちゃうかもしれないので、ここに、はい、ガラス引いておきます。で、まあ絶対にこの幅4マスに落ちてくれるようにだけして、よし、やっとできた、やっとできた。水流がややこしかった。もうぜひ作る方はもっとあらかじめ計画をして立てることをお勧めします。死にそうだった。こっからか、こっからカチカチなって、あとここか、ブロックの前に置く感じにして、ここですね、ここ、ここだ。これでやっと、やっとピストンが動いてくれた。で、トライエントを投げておきます。これで愛おしい、正直。で、じゃあ正義の瞬間です。おら、で、上に行く。お、豚湧いてますね。湧いてるけど、あれ、なんか向こう回路繋がってないですね。ここかな、ここで。おそらく回路が繋がってないってことかな。これ壊して、これでいけない。あ、ここか、ここか、なるほど、ここか。よいしょ、ブロックにしちゃえばいいはずなんですけど、よいしょ。いや、繋がった。さあ、ワンサカ、ワンサカ来てることを願う。やばい、あ、来た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 。いや、よかった。しかもワンサカいる。やばい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 、はい、ちょっと待って、下でえらいことになってそう。はい、で、ここで詰まり問題、詰まり問題じゃなくて、やったー、よかったよかった。ちょっとワールドの重さと遅延の関係で焦ったけど、はい、いい感じになってそうですね。カツカツ鳴って、で、いっぱい豚が流れてくると、で、下でいっぱい焼かれてると、これですわ。はい、ここにいろいろ入ってる。あ、一気につなめた。お、一気に下がった。で、まあいらないもの持って、いやー、できました、できました。あ、多分絶え間なく落ちてくると思います。いや、よかった。ちょっと上でエンディング撮ろう。はい、こんな感じです。今日は終わります。いやー、本当にうまくいってよかった。はい、というわけで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。